誰がライハちゃん。なりちあことほうほうじゃあてことこだいはうんふーくうんあれれ上杉さん、まだ起きてたんですか？こんな夜中に、こっそり一人で何をしてたんですか？むむむ、これは怪しいですね。問題集。テストが終わったばかりなのにもうですか？でも、ダメですよ。明日からはみんなで思い出作りなんですから、しっかり休んでおかないと。なので、今日はもう問題集作り禁止です。ぬぬぬぬ。どうしてもやると言うなら。えい！これは没収です。ふっふっふ。これを返してほしければ、今日はもうお休みしてください。本当ですよね。返した途端に、ふはは は、騙されたなとか言い出したりしませんよね。だって上杉さんですからね。ああ、私はですね、明日に備えて何か遊びに使えるものがないかと探してるところです。みんないろいろと大変でしたし、最後はパーッと楽しんでもらいたいじゃないですか。明日はみんなが素敵な思い出を作れるように私頑張っちゃいますよ。今のうちに準備をしておけば、その分明日遊べる時間が増えますからね。上杉さんも明日を楽しみにしててくださいね。では私は倉庫に。そんないいですよ。疲れている上杉さんのお手を煩わせるわけにいきません。これは…なあ、いえ、大丈夫ですから、先に休んでてください。どうしてもです。じゃあ、ちょっと行ってきますね。親切すぎて何か裏があるんじゃないかって心配になっています。そういう意味ではちょっと頭痛がするかもしれません。ごめんなさい、大丈夫です。痛いところは本当にありません。それもそうですね。だって駆けつけてくれた時の上杉さん、ちょっとかっこよかったので、思い出すとニコニコしちゃいます。転んだ途端に駆けつけてくれるなんて、まるでヒーローみたいでした。おやおや、照れましたね。あ、せっかく綺麗に片付けてあったのに。私はまたみんなに迷惑を。それはそうですけど。あ、いえいえ、
散らかしたのは私なんですから、上杉さんに手伝ってもらうなんてとんでもない。上杉さん、よし、では元よりもっと綺麗に整理整頓しちゃいましょう。はーい。さてと、肝心の思い出作りだけど、どうしよっか。みんなは何かやりたいことある？そうですね、ハイキングなんてどうでしょう。今ある食材も使い切っておく必要がありますし。そうだね、お弁当を作って森の中をハイキングなんていいかも。森に行くなら滝で水浴びもしたい。あ、そうだった、あの滝綺麗だったから残念だな。水は十分に備蓄してありますが、まだ何があるか分かりませんしね。水浴びなら海でもいいわよね。こんなに海が近いのにほとんど泳いでないもの。風太郎は何がしたい？それならみんながやりたいことを全部やっちゃいましょう。いけますよ。まずは森の中を散策しつつ滝で涼んで、そして海にすぐ移動して遊びまくる。そこは根性ですよ。それドヤ顔で言うことじゃないぞ。むむむ、確かに上杉さんとミクは体力的に難しいかもですね。あ、そうだ、私がおんぶするというのはどうでしょう。むむむ、ここでまさかの四つ葉。いつの間にか風太郎が調略されてた。ごめんね、私ばっかり話しちゃった。それでニノとミクは何がしたい？そうね、私はやっぱり海がいいわ。フー君にもっと水着姿を見てもらいたいし。私は山にハイキングがいいかな。はあ、山なんていつでもいいじゃない、せっかくの夏なのよ。離島の山だって普段行ける場所じゃない。私も山に賛成です。水着はもう十分ですよね。ええ、そうだね、なんだかんだで浜辺には何度か行ってるし、私も山がいいかな。ダイハちゃんどうですか？私は海。はや、山派と海派見事に意見が割れちゃったね。あとは四つ葉ね。あんたはどっちがいいのよ。いいかな。あ、そうですよね、お客様である上杉さんがそういうのなら海で決まりですよ。四つ葉さんも海でいいんだ。もちろんです。うん、いいよ。ダイハちゃんに行きたいと言われてしまっては反対などできません。ほら、四つ葉も早く準備しなさい。あ、うん、今日は一日思い出作りの応援をするからね。みんな張り切っていこう。海だ。ダイハちゃん、走ると危ないわよ。準備体操も忘れちゃダメ、一緒にやろう。はーい、よいしょっと。ビーチチェアとテーブルここでいいよね。ええ、問題ないと思います。組み立て手伝いますね。大丈夫、これくらい私がやっておくから、いつきはライハちゃんたちと泳いできなよ。ですが、それでは四つ葉に負担が。ここまで運んできたのだってあなたなのに。心配ないよ、体力だけは自信あるんだから。いつきも遠慮しないで、私にできることがあったら何でも言ってね。わかりました。あ、上杉さんお疲れ様です。重
ですか？私も手伝います。ビーチチェアですね。ところでこれはどうすればいいのですか？それは分かってます。ただその広げ方が分からなくて。はい、貸して。やっぱり月より私がやった方が早いよ。え？こんな感じで適当に、えいよっと。でついでにこっちもやっちゃいますね。あっという間ですね。3人ともお疲れ様。ごめんね、荷物任せちゃって。えへん、この手のことは慣れっこですから。ただいま。おかえりなさい。海はどうでしたか？ちょっと波が高いわ。ライハちゃんだと泳ぐのは危ないかも。じゃあいっそ海に入らないで何か別の遊びをするのもいいかも。ここは任せてください。こんなこともあろうかと準備しておいたものがあるんですよ。じゃじゃーん。はい、昨夜何か遊べるものがないか探し回ってた時に倉庫で見つけちゃったんです。ちゃんと人数分あるんだ。じゃあこれで打ち合いっこでもしよっか。常夏バトルロイヤル勃発。今この時この島は戦国の世に、周りは全て敵国。ほう、面白いじゃない。勝ち残るのは誰かしらね。もう少し平和的にいきましょう。チーム分けして試合形式にしませんか？おー、それだと一人余っちゃうよね。7人だから割り切れないし。だったら私が水鉄砲の水入れ係をやるね。そうすれば。ではどうしましょうか。どうやっても公平にはなりませんよね。つまり水鉄砲を使った鬼ごっこってわけ？おお、いいですね。じゃあ私が鬼をやります。上杉さんがまさに鬼の形相に。風太郎くんが鬼か。よかった、四つ葉を相手にするよりは楽だよ。というか四つ葉が鬼じゃ勝てる気がしないんですけど。風太郎なら勝ち目がある。というか勝てそう。みんな上杉さんを侮りすぎ。油断してると負けちゃうよ。確かに勝つためであればどんな手を使ってくるかわからない部分はありますね。大丈夫だって、楽勝で逃げ切れるでしょう。じゃあそろそろ始めよっか。よーい、スタート。あれ、風太郎くんどこへ行ったのかな。てっきり追いかけてくると。岩の陰に隠れてるとかずるくない？はーい、チュン、悔しいな。はいはい、頑張ってね。ふーくん、あっちから声がした。ふーくん、大丈夫？ニノ、手に引っかかるなんて。もう騙すなんてひどいわ。心配したんだからね。風太郎ノリノリだ。ニノ
ノとミクがやられたようです。お兄ちゃんもなかなかやるね。私たちも注意しなければ。ライハちゃん、私から離れないでください。あ、はい、今行きます。イツキさん待って。あ、それでスイカはどこでしょうか。イツキさん、こんなお兄ちゃんでごめんなさい。時間切れだし、風太郎くんの負けには変わりないんだけどね。みんなを待たせちゃったよね。ごめんね、勝手なことしちゃって。ああ、風太郎くんを侮りすぎちゃった。あの負け方は悔しいし、ここはリベンジしたいよ。うん、次は負けない。私だってあの倒され方は納得いきません。次は私が鬼をやります。私も、いつきさんと二人で鬼をやってみたい。いつきさん、よろしくね。はい、一緒に上杉くんを倒しましょう。はい、ありがとうございます。風太郎くん、お疲れ様。はい、飲み物。汗かいたでしょ。でも自業自得だよね。君が最初に本気出しちゃったんだから。しかもあんな卑怯な手を使ってくるなんて、がっかりだったな。風太郎が逃げるからだよ。素直に捕まってくれたらすぐに楽になれたのに。最後には逃げるお兄ちゃんを撃つゲームになってたね。うん、誰が最初に風太郎を倒すか競争してたから。だって逃げてく風くんを見るとつい追いかけたくなっちゃうんだもの。ええ、風くんはそこで休んでていいわよ。もうお昼だし、何か食べるものを用意してくるわ。そうですね。では何人か別荘に戻って。お待たせ。四つ葉、どこに行っていたのですか。それにそのバスケットは。そろそろお昼だからね。はい、おにぎり作ってきたよ。え、途中から姿が見えないと思っていましたが、もしかして一人で別荘に戻って。言ってくれれば手伝ったのに。でもみんな楽しそうだったし、邪魔しちゃ悪いかなって。ほらほら、早くテーブルの上を片付けちゃおう。お昼の時間だよ。お兄
にぎり作りすぎちゃったかな。食べきれなかったら残していいからね。これくらいなら大丈夫だと思うよ。四つ葉、ありがとね。お腹空いてたんだ。いただきます。はい、たくさん食べちゃってください。外で食べるおにぎりもいいね。なんかいつもより美味しい気がする。あ、このおにぎり塩が効いてますね。運動して汗かいたから少し塩分取った方がいいかなって思ってちょっと多めにしてみたんだ。ほら、よく考えてるじゃない。もちろんです。どうぞ。まだまだありますから、たくさん食べてくださいね。ごちそうさまでした。四つ葉さん、美味しかったよ。え、いえいえ、ただのおにぎりですから。そんな褒められるとなんだか照れちゃいます。お腹いっぱい、もう動けない。なんだかんだで全部食べちゃったもんね。ちょっと食休みしようか。やっぱり作りすぎだった。まあちょっと多かったかもだけど、足りないよりはいいでしょ。あ、実は別荘にまだいくつか残ってるんだよね。そういうこと。夕食はおかずだけ準備すれば大丈夫そうね。なんかおにぎりばっかりになっちゃってごめんね。大丈夫だよ、お兄ちゃんもいっぱい食べてたもんね。いえ、美味しかったならよかったです。頑張って作った甲斐がありました。じゃあ後片付けしてくるから、みんなは休んでてね。ゲストの上杉さんにそんなことさせられませんよ。でも上杉さん一人だと大変じゃないですか。ここはやっぱり私が。それなら私が手伝いますよ。いつき、私も準備の時に何もできませんでしたから、ここは任せてくれませんか。わかった。じゃあお願いします、上杉さん。上杉君と二人になれるのなら理由など何でもよかったのです。変な勘違いをしないでください。少し相談したいことがあるだけです。四つ葉のことなのですが、今日のあの子少し変だと思いませんか。今朝何をするのか決めている時や、さっきの水鉄砲でもそうですが、妙に周りのことばかり気にしていました。昨日？昨日も何かあったのですか？あの水鉄砲は、そうだったのですね。ええ、思い出作りなのですから、四つ葉にも一緒に楽しんでもらいたいのに。あの上杉くん、少しだけでいいので、四つ葉を気にかけていてくれませんか？ゲストのあなたに、こんなお願いをするのは心苦しいのですが。ありがとうございます、上杉くん。ただいま戻りました。二人ともお帰り。片付けありがとね。何もお手伝いしなくてすみません。お兄ちゃん、いつきさん、お帰りなさい。次に何して遊ぶか決めたよ。浜辺の宝探し大会をします。宝探しですか？今からそれぞれが宝物を探して、この砂浜や岩場のどこかに隠す。それで隠し終わったら一回全員集まって、他の人が隠した宝物を探すってわけ。何か珍しいものが流れ着いてるかもしれませんし、みんなでいろいろと探しちゃいましょう。じゃあ早速宝物集めスタート。あ、それシーグラスって言うんですよね。
綺麗です。さすがは上杉さん、何でも知ってますね。そうですね。じゃあ、お、早速発見しましたよ。はい、上杉さん、どうぞ。ほら、あそこにもありますよ。はい、上杉さん、これで3個目ですね。大丈夫ですよ、自分のは後で。風太郎の言う通りだよ。あれ、ミク？四つ葉、さっきからみんなの手伝いばかりで自分の分は探してなかったでしょ。時間なくなっちゃうよ。そろそろ自分のを集めたら。あ、それもそうだよね。私はあっちで探してくるから。じゃあミクも頑張ってね。うん、四つ葉が手伝ってくれたから。まだどれにするかは決めてないけど。四つ葉、どこ行ったのかな。うん、多分だけど私に気を使ったんだと思う。そんなことをしなくてもいいのに。今日、四つ葉もちゃんと楽しめてるのかな。ありがとう、風太郎。そうね、私の宝物はやっぱり風くんかしら。捕まえた。あ、二のずるい。手に入れた宝物は隠さないとね。さーて、どこに隠しちゃおうかしら。こういう時は砂に埋めるのが定番。何やら危険な気配が。上杉さん殺人事件はダメ。そんなことするわけないでしょ。ちょっと驚かせてあげただけ。ニノならやりかねないかも。やんないわよ。ふう、事件は未然に防がれました。無事でよかったですね、上杉さん。じゃあ私と一緒に探しましょう。では私は向こうで探してきます。ほら、ふうくん、早く早く。ふう太郎、さっきのことお願いね。ライハちゃん、こんなの見つけてきましたよ。ほら、剣みたいな流木です。おお、かっこいい。でも大きすぎて隠すのは大変そう。まあ確かに。もうちょっと小さいのを探してみますか。私には宝物探しの才能がないようです。いつきさん、綺麗なものじゃなくてもいいんだよ。その人にとって宝物なら何でもいいんだから。いつき、こっちに貝殻がいっぱい落ちてるよ。いつきさん、行ってみよう。はい。いつものことだけど楽しめてるのかしら。見てて心配になるわ。ふうくんはどう思う？さっきからいつきやライハちゃんの手伝いばかりしてるのよ。でもやっぱりちょっと心配だよね。ふう太郎くんだって気がついてたんでしょ？というか、あれだけ態度に出てたら気がつかない方がおかしいわ。ねえ、ふう太郎くんからも言ってあげてくれない？周りのことばかり気にしないでもいいって。多分私たちから言っても届かないから。え、今の笑うところ？ふうくんだって四つ葉のことを心配してたんじゃないの？準備できたよ。みんなもちゃんと宝物隠した？うん、隠してきたよ。はい、見つけやすいように隠した場所の近くに目印を置いておきました。目印はいいアイディアだったよね。あんまりしっかり隠しちゃうと見つけられないかもしれないし。
それが…いえ、ちゃんと見つけておきましたよ。ただ、いつきが何も見つけられなかったのであげちゃいました。え、これ、上杉さんが集めたシーグラス…ダメですよ、受け取れません。でも…それとこれとは別なんです。ダメではありませんけど、上杉さんのお気持ちだけで十分ですから。お兄ちゃんどうかしたの？そろそろ宝探し始めるよ。あ、あれ、もしかして四つ葉さんまだ隠し終わってなかった？いえ、これは…ごめんなさい、もうみんな隠したと勘違いしちゃった。レスが…ちょっと待ってるから、四つ葉さんもちゃんと隠してきてね。わかりました、急いで行ってきますね。私はさすがに遊び疲れちゃった。ちょっと一休みしてくるよ。いちか、せっかく部屋を片付けたんだからまた散らかさないでよ。はいはい、気をつけます。じゃあ後でね。ライハちゃんが見つけた宝物、色とりどりで素敵ですね。うん、シーグラスって言うんだって。私が見つけたのは四つ葉さんの宝物なんだよね。あれ、四つ葉もシーグラスを持っていますが。あ、うん、これは四つ葉のは風太郎が隠した宝物なんだよね。うん、そうみたい。ああ、同じものを隠していたんですね。確かにこれは宝石のようですし、宝物にふさわしいですから。ああ、私も風くんのが良かったな。ごめんね、ニノ。私の宝物じゃ不満？別に不満だなんて言ってないわよ。でも、これは何なの？王冠。昔の瓶の蓋。蓋なのに王冠？あ、本当だ！王冠か。なんかかっこいいね。ねえねえ、ニノ。よかったら私のと交換しない？は？何言ってるのよ。え？それはあんたが手に入れたんだから大事にしなさい。チャンスは公平だから。それは四つ葉のもの。そっか、そうだよね。なんか変なこと言っちゃってごめんね。風太郎が見つけた宝物は？あ、それは…それ、いつきの隠した宝物だね。よかったじゃん。ええー、私の宝物もふーくんに見つけてもらいたかったわ。あの、上杉くん、少しいいですか？あなたの見つけた指輪ですが、本当は私ではなくて。知っていたのですか？そうでしたか。私が自分の分を探せなかったばかりに、あなたに四つ葉のことをお願いしておいて、私自身があの子に気を使わせてしまいました。ですが、いつきちゃん、ちょっと手伝ってくれるかな、部屋が。あ、はい、今行きます。上杉くん、それは私のものではなく、四つ葉が見つけた宝物です。それだけは覚えておいてください。ニノ、そろそろ夕食の準備をしよう。あ、私もお手伝いするね。ありがとね、助かるわ。
ごめんなさい上杉さん、このシーグラスお返しします。でも私が持ってちゃダメだと思うので、できればこれは他の誰かに。私も前に言いましたよ上杉さん、私はみんなを不幸に巻き込んでしまったんです。だから私はみんなの幸せを少しでも取り戻せるように、みんなで素敵な思い出を作れるように。はい、ですからこれは私がもらってはダメなんです。ありがとうございます、わがまま言ってすみません。何ですか？私にできることなら何でもしますよ。ですから私はみんなが楽しめていればそれが一番で。強引ですね上杉さんは。知ってました。私のしてみたいこと、じゃあ一緒に夕日を見るのはどうですか？あ、すみません、今すぐって意味じゃなかったんですね。いいんですか？あ、はい。それなら船から見ませんか？実はですね、つい先日船着き場の隅に古い手漕ぎボートがあるのを見つけたんです。それを使いましょう。手漕ぎは結構力を使いますからね。最初から私に任せてくれてもよかったんですよ。上杉さん、そろそろ港の入り口近くですけど、どうしましょう？もうちょっと沖に行ってみますか？夕暮れまでもう少しですね。あの今日は晴れててよかったですね。きっと夕日が綺麗に見えますよ。この前、いつきと水汲みに行った時は急にこもっちゃって慌てて帰ってきたんですよ。そうですよね、安心しました。そうだ、あの水鉄砲、記念に持って帰っちゃダメですかね。いいんですか？勝手に持って帰って怒られたりしませんかね。あ、それもそうですよね。すみません、なんか私変ですよね。え？あ、はい、またやりましょう。私だって負けません。なんでしたら上杉さんは二丁拳銃でもいいですよ。それくらいのハンデがあった方が楽しそうじゃないですか。魚が跳ねたんでしょうか？これはもしかしてサメですかね。これやっぱりサメですよ。漂流したことは孤立し小舟に乗る登場人物、条件は揃ってます。映画だったら間違いなくサメの出番です。あれ、上杉さん見てください、あそこ。はい、イルカさんですよ。しかもあんなにたくさん。上杉さん見ましたか？イルカさんがジャンプしましたよ。そうですよ、こんな機会なかなかないです。もうちょっと近づいてみましょう。
すぐそこにイルカさんがいるんですよ。もうちょっとだけでもダメですか？はい、任せてください。うわぁ、いつの間にこんな近くに。手を伸ばせば触れちゃいそうです。私、こんなに近くで見るのは初めてです。もしかして私たち歓迎されてるんですかね。わっ、一斉にジャンプしました。まるでショーみたいです。いえ、ショーよりももっとすごいですよ。なんだか夢みたいです。二人でこんな風に。イルカさん、会えてよかったです。さよなら。いや、思わずはしゃいじゃいましたね。上杉さんもですよね。へえ、その割にはすっごく喜んでたみたいですけど。でもあれを見て喜ばない方が変ですよ。まさかイルカさんがお出迎えしてくれるなんて。だから上杉さんも変じゃないんです。胸を張りましょう。いえいえ、もし本当にサメだったら今頃私たち丸かじりだったかもしれませんよ。こっそり下から近づいてきて、突然ガバーって船ごと一噛みに。あっ、あそこに背びれが。ですよね、やっぱり映画みたいにはなりませんよね。はい、夕日を見に来たはずなのに思わぬサプライズでした。お礼なんて、私こそ上杉さんの優しさに甘えてしまって。あの、上杉さん、知れませんが、私たちの船、島から離れていってませんか？違う、やっぱり気のせいじゃないです。さっきよりも島が小さくなってますよ。とにかく早く戻らないと。上杉さん、どうしましょう。全力で漕いでるのに全然進んでる感じがしません。横にですか？よくわかりませんが、わかりました。はい、上杉さんがそう言うならきっと大丈夫ですね。上杉さん、高い波が来てます。捕まっててください。頭ぶつかっちゃいました。ほっぺたもつねりましょうか。上杉さんも無事でよかったです。もし目を覚まさなかったらどうしようかと。はい、といっても私もついさっき目が覚めたところなんですが、気がついたらここに倒れていて、すぐ横に上杉さんもいたんです。声をかけても全然起きてくれないので、すっごく心配したんですよ。気
聞いてますか、上杉さん。はい、大丈夫です。上杉さんに頭突きされたとこが少し痛いくらいですね。ところで、ここどこでしょう。っていうか、いつの間にか夜になっちゃってますよね。まさかあれから何日も経ってるのでは。で、ですが、お星様にお願いだなんて、そんなの上杉さんらしくありませんよ。北極星、はい、覚えてます。そうなんですか。つまりそんなに長い時間流されてたわけじゃないってことに。おお、上杉さん頼もしすぎです。そうですよね、すみません。私が船から夕日を見たいだなんて言い出したせいで、上杉さんを危険な目に遭わせてしまいました。その上、みんなやライハちゃんを心配させることに。ですが、あの時私が慌てて立ち上がったりしなければ。上杉さんのお腹、タイミング良すぎですよ。すみません、でもあんまり大きな音だったので。そうですよね、実は私もお腹が空いてまして。あ、そうだ、忘れてました。実はですね、お昼のおにぎりの余りを持ってるんです。ほら見てください、しっかりラップで包んでおいたので形も崩れてません。夕日を見ながら一緒に食べようかとこっそりと用意しておいたんです。はい、お一つどうぞ。だったら不安ですけど、でもお月様のおかげで思ったよりも明るいですね。おかげで上杉さんの姿もちゃんと見えます。これってなんだかお月様が見守ってくれてるみたいですね。じゃあ羊を数えましょう。眠れない時はやっぱりこれです。羊が1か、羊が2の、羊が3く、五つ子式の羊の数え方ですよ。けどなんとなくみんなが一緒にいてくれるようでちょっと安心しませんか。はい、羊が五木、羊が六み、羊が七尾。まだいけます。羊が八重、羊がクミ、羊か、はあ、イチカもニノもミクもイツキもきっとみんな心配してますよね。また迷惑かけちゃいました。私ってダメですね。でもこのままみんなに二度と会えなかったら、私、上杉さん、ありがとうございます。上杉さんと一緒ならなんとかなっちゃう気がしてきました。明日から頑張りますね。おやすみなさい、上杉さん。はい、おはようございます、上杉さん。昨夜は
は心配かけちゃってすみませんでした。上杉さんは早起きですね。もしかして眠れなかったんですか？日の出の方向。そっか、東がわかるんですね。そうですね。あれ？あの山見覚えがあります。ほら、右側にちょこんと高い木が3本生えてますよね。島を歩き回ってた時に集落の後からあの木まで行こうと思ったことがあるんです。なあ、それが藪が深くてその時は諦めちゃいまして、期待させちゃってすみません。確か左側の山裾だったと思います。おお、なるほど、上杉さん頭いいですね。はい。そんな私はただやってみたいから言い出しただけで、深く考えてはいませんでしたし。私みたいに。置いといちゃうんですか？はい、私もしっかり考えます。任せてください。ちょっと行ってみてきます。はい、上杉さんも気をつけてくださいね。ただいま戻りました。ちょっと難しいですね。進むには泳ぐ必要がありそうです。上杉さんの方はどうでしたか？海岸ルートはダメってことですか？山に突入、いよいよ探検って感じになってきましたね。もちろん分かってます。ですが、待ち望んだ探検、行くは未踏の地、これは大冒険と考えれば、前に進んでいく力が湧いてきませんか？さあ行きましょう。上杉さん、探検隊出発。了解です。下草も少ないですし、藪を通らずに進めそうですよ。これくらいなら大丈夫ですよ。さあ一気に行きましょう。大丈夫ですか？上杉さん、見えません。斜面を登るのならその方が上杉さんも楽かと思いまして、役に立てるかなって。すみません。方向性ですか？あの、お手数かけてすみませんが、おバカの私にも分かるように言ってもらえると嬉しいです。あ、そうですね、歩きやすいところを歩けばいいんですよね。あ、なんだか気がせいてしまって、そんな単純なことも見落としちゃってました。はい、でも上杉さんからテストには出ないかもなんて聞くと変な感じです。あ、それはあれですね、知識は生活を豊かにしてくれるってやつですね。
では上杉さんから教えてもらった新たな生き方を早速生かしていきましょう。木の間からちょっとだけ海が見えますよ。ダメですね、見えません。さっきまで私たちのいた浜辺も隠れちゃってます。もっと取りますから安心してくださいね。ここで休憩してちょっと元気が回復したら先に進みましょう。私はおバカですからね。上杉さんだけが頼りなんですから、よろしくお願いします。はい、探検再開です。どうでしょう、それくらいの時間は歩いたような気もしますけど、ちょっとだけでも開けた場所に出られればいいんですけどね。あそこの草むら、今動きましたよね。何かいるんでしょうか。あ、もしかしてイチカたちが探しに来てくれたのかも。あ、そっか、確かに声が聞こえないのは変ですね。じゃあ一体何も出てきませんね。風が吹いて揺れただけだったんでしょうか。考えれば考えるほど謎です。まさか凶暴な獣があの茂みからガオーってなって私たちがご飯にされてしまうのでは。イノシシ、ちょっと会いたくはないですね。マムシとか言いませんよね。考え出したらもう危険だらけじゃないですか。想像もできない。もしかしてお化けとか妖怪とか。否定早いですよ。もう待ってください。
化けですかね。それなら妖怪だったりして、もしかすると私たちお化けに目をつけられたんじゃ、島を荒らした報いじゃとか。まさか島の人たちもそのお化けに捕まって行方不明になって無人島に。けどこのままついてこられたら。やっぱりダメですよ上杉さん、ここでお化け退治しましょう。このままじゃお化けが別荘までついてきちゃうかもしれません。もしそうなったらみんなに危険が。だからここで退治してみんなのことを守らないといけません。お化けじゃなくても妖怪ってこともあります。お化けや妖怪じゃなくて獣だとしてもこのまま連れてはいけませんよ。その通りです。上杉さんもやる気になってもらえましたか。上杉さんこれ使ってください。はい、私も準備 OK です。この子たちなんでしょうか。でもなんでこんなところにウサギさんがいるんでしょう。野生化しちゃったんですか。可愛いのにたくましいんですねウサギさんって。でも別荘の周りにはいませんでしたよね。いたら餌をあげたりしたのにな。ってそうでした、早く別荘に帰らなきゃいけないのにこんなことしてる場合じゃないですよね。すみません、つい遊んじゃって。すぐに出発しましょう。え、休憩ですか。私はまだまだ元気ですけど。それもそうでしたね。はい、上杉さんありがとうございます。こんなに森が深いと本当にどっちに進んでるのかわからなくなっちゃいますね。そうなんですか。はあ、そんなことまでわかっちゃうなんてすごいですね上杉さんは。でも私の知らないことばかりですよ。やっぱり上杉さんは頼りになります。そうですね、こんな森じゃ暗くなっちゃったら進むどころじゃないです。でもこのままだと今日中に別荘まで帰りつけないかもしれませんね。すみません、私がウサギさんと遊んでいたせいで大事な時間を無駄にしちゃって。あれは私がはしゃいでたから上杉さんが気を使ってくれたんですよね。それは私が上杉さんを振り回してしまったからで、はあ、私はもう上杉さんに迷惑をかけたくないです。足を引っ張りたくないのに。そんなことないです、上杉さんは頭を使って私をたくさん助けてくれてます。だから私はこの体力を生かして上杉さんをちゃんと助けないと。はい、私もっともっと頑張ります。ただ私はおバカですから、また勝手なことして迷惑かけちゃうかもしれません。え、
しよう。今だけは少しだけ自分勝手になっちゃいますね。はい、その代わり失敗しても怒らないでくださいね。違いますよ、上杉さん。上杉さんが私を連れて帰るんじゃなくて、私と上杉さん二人で一緒に帰るんです。じゃあここからは私が先に進んで、なるべく歩きやすい場所を探しますね。上杉さんは私が間違った方に進まないようにちゃんと見張っててくださいよ。あと疲れたら早めに行ってください。気がつかずに置いてっちゃったりしたら困りますから。じゃあ出発です。頑張っていきましょう。ませんでしたね。あ、上杉さん、ちょっと待ってください。なるほど、この崖の下池になってます。ここは飛び降りちゃいましょう。水面までは 7-8 メートルくらいですかね。これなら行けますよ。お前の好きなようにしてみろって言ってくれたのは上杉さんじゃないですか。崖を回り込んだとしても安全に降りられる場所が見つかるとは限りません。これ以上遠回りするのは大変ですよ。だからここは思い切って池に飛び込んで一気にショートカットしちゃいましょう。大丈夫です。ほら、上杉さんも準備体操してください。1、2、3、4。そんなことありませんよ。見るからに深そうじゃないですか。ふふん、ほーら、やっぱり深いですよ。上杉さんもよーく見てみてください。えい、大丈夫でしたよ。上杉さんに言われた通り好きにしちゃいました。ヒューッと来てドボーンって漫画みたいで楽しかったですね、上杉さん。上杉さんは育児なしだからですよ。こういうのはパッと決めてパッと飛び込んじゃえばいいんです。でも私の作戦通りショートカット成功ですよね。心臓が止まったら死んじゃうじゃないですか。今は動いてますか。そうですか、ちょっと高めの飛び込み台と変わらないですよ。私としてはもう少し高くても良かったですね。普通ですよ。今は水が冷たくて気持ちいいって感じてますし、こんな効果があるとは思いませんでした。ちょっと泳いじゃいたいくらいです。なんて、さすがにそんなことしてる場合じゃないですよね。上杉さん、さっきから私のこと見てニヤニヤしてませんか。ぼーっとしてるからですよ。それ。おっと、勝負しますか。私だって負けませんよ。一気に行きますよ。それ。
水浴びしたおかげでさっぱりしましたね。あの、どこへ行くんですか？小川ですか？近くには見当たりませんね。じゃあ、私はあっち側を見てきますね。はい、わかりました。上杉さん、ありましたよ。小川発見しました。上杉さんが見たって言うんですから、絶対にあると思ってましたよ。それで小川を見つけてどうするんですか？もうすぐ夕方ですね。それくらい私だって知ってます。西ですよね。間違ってますか？あ、なんとなく分かってきました。じゃあこの川沿いに進んでいけば。やりましたね、上杉さん。あとちょっとって感じですよ。えへへ、思い切って飛び込んでよかったですね。そこだけ聞くと上杉さん殺人事件みたいですね。上杉さんが神頼みなんてらしくないですよ。その時はまた二人で何とかしましょう。はい。あれ、ここってもしかして上杉さんも見覚えがありますよね。別荘の近くじゃないですか？私たち本当に帰ってこれたんですね。これも上杉さんのおかげです。本当にありがとうございました。え、私には上杉さんが必要でしたね。はい、私と上杉さん二人で一緒に帰ってきたんです。頑張って二人で。四つ葉、四つ葉、いちかの声です。四つ葉、返事をしてください。おーい、いちかー、いつきー。四つ葉、風太郎くんも？ただいま戻りました。よかった。みんなこっち、いたよ。四つ葉、見つかったの？お兄ちゃん、心配してたんだよ。私も二人に何かあったらどうしようって。ミク、ごめんね。私、ミク、ここは二人の無事を喜びましょう。うん、おかえり、四つ葉、風太郎。おかえりなさい。うん、ただいま。心配かけちゃってごめんね。よ、四つ葉！ニノ、こんなとこにいたの？今までどこ行ってたのよ？怪我で、ああもう手も足も傷だらけじゃない。大丈夫なの？これは森の中でちょっと。でも血が出たりはしてないから平気平気。何が平気よ。もう急にいなくならないでよ、バカ。本当にずっと心配してたんだから。うん、ごめんね。
上杉君、これはどういうことなのですか？一体どこで何をしていたのです？納得できるように説明してね。お兄ちゃん、どうしたの？もしかして上杉君？風太郎君？どうしたの風君？風太郎、上杉さん？やっぱりそうじゃないかと思った。脅かさないでよ。本当にあなたという人は時と場合を考えてください。そういえば今日はまともなものを食べてなかったかも。私も急にお腹が減ってきちゃった。でもよかった、お腹が減るのは元気ってことだよ。だったら夕食は任せなさい。嫌ってほど食べさせてあげるわ。しっかり食べて明日帰るまでには元気になってもらわないと。お兄ちゃん、四つ葉さん、ほら早く帰ろう。はい、帰りましょう。みんな質問の内容がバラバラというおまけ付きでしたから困っちゃいました。いちかはいつもと同じ感じでしたけど、にのはとっても怒ってましたね。すごく叱られちゃいました。いつきはずっとムスッとしてましたね。もっと叱られると思ってたので意外でした。いろいろと叱られたり怒られたりもしちゃいましたけど、みんなが心配してくれてたのが伝わってきて、なんだか嬉しくなっちゃいました。上杉さん、どうしたんですか？あれ、そんなに顔に出てましたか？それはさすがに言いがかりっぽくないですか？だったら心配かけてしまったお詫びにみんなにスイーツをおごる約束をしたので。はい、そうしましょう。みんなで一緒に上杉さんのバイト先のお店に行きますね。あれ、何か問題ありますか？大丈夫ですよ。何があろうとちゃんと私が払いますから。あ、でも上杉さんにはいっぱいお世話になっちゃいましたから、お詫びではなくてちゃんとした形でもお礼させてください。いいえ、上杉さんのおかげで素敵な夏の思い出ができました。私にはもったいないくらいの素敵なものです。だからお礼をしたいんです。あのどうしてそんな大きなため息を？上杉さん。はい、これからもこの先もいっぱい素敵な思い出が作れるように私も頑張りますね。上杉さん。じゃあ上杉さん、おやすみなさい。はい、また明日。今度は迷子よりもって、なんでどうして思い出しちゃうんだろう。自分で決めたのに心の奥にしまってそのまま消してしまおうって。
もしあのことを知ったら上杉さんは。ダメ、私だけが特別であっちゃいけない。私は上杉さんが誰を好きになっても全力で応援できるように。だから今日の思い出もしまっておかなきゃ。きっとそれが一番いい。そうしなくちゃダメ。そうだよ、また明日って言える。これからも。四つ葉どうかしたのですか、そんなところで。なんでもないよ。いつきはどうしたの。私はそろそろ休もうかと。それより今。わお、いつの間にかもうこんな時間なんだ。四つ葉、あなた。私も今日は疲れちゃったし、帰りの準備は明日の朝にしてそろそろ寝るね。じゃあおやすみ、いつき。え、あ、はい、おやすみなさい。四つ葉。あいつらはどうしたんだ。いちか、これで荷物は全部だよ。ありがとう。忘れ物してもここじゃ取りに戻れないもんね。火の元も水回りもちゃんと見てきたわ。問題なしよ。戸締まりも確認済み。うんうん、これぞ立つ鳥跡を濁さずってやつだよね。お、間違えないで言えてる。ちゃんと成長してるね。えっへへ、上杉さんという家庭教師が教えてくれてるからね。あとは上杉くんとライハちゃんですが。あ、上杉さん、おはようございます。四つ葉さん、おはようございます。昨夜はよく眠れた。ライハちゃんもおはようございます。もうバッチリです。お兄ちゃんは筋肉痛なんだって。だから動きが変なの。それは大変ですね。上杉さんも少しは鍛えないとダメですよ。えいえい。まだ迎えの船は見えないね。ああ、そういえば四つ葉とフー君が乗ったボートってここにあったのよね。あはは、もう危ないことはしないから安心して。それで沖でイルカと会ったんだっけ。羨ましいな。うん、たくさん泳いでてボートの近くまで来てくれたんだ。こうドッパーンってジャンプしたり並んで泳いだりしてすごかったですよね、上杉さん。二人だけイルカを見れたなんてずるい。私も見たかった。もしかしたら帰りの船で見られるかも。どうでしょう、来る時も見られませんでしたし、出会いやすい時間があるのかもしれません。あ、じゃあ今度みんなで水族館に行こうよ。みんなで。いいわね、それ。もちろんフー君もよ。行きたい。じゃあ帰ったらイルカショーをやってる水族館を調べないと。そうだったらアシカも見たい、ペンギンも。ミクは欲張りですね。じゃあイルカもアシカもペンギンも全部みんなで見ちゃおうよ。要望が多いわね。誰が調べると思ってるのよ。ねえニノ、私はクラゲも見られる水族館がいいな。はいはい、わかったわ。イルカにアシカにペンギンにクラゲもね。楽しみですよね、上杉さん。みんなで行くの。でも簡単にオッケーしてくれましたね。もう少し抵抗されるかと思ってました。戻ったら勉強だろうとか。そうでした、まだこの夏は終わってないんでした。上杉さんと、そしてみんなと一緒にもっと楽しい思い出を作っていきましょう。南風ときめき乗せて。上杉さん、こんに
この声はやっぱり四葉か。よ、久しぶりだな。どうもです。上杉さんはお出かけですか？ああ、ちょっと用事を済ませてきたところだ。暑い中お疲れ様です。あ、そうだ、ちょうどいい。四葉、アイス食わないか？え、今からですか？今日も暑くてかなわないだろ。ちょっと涼を取りたい気分なんだ。俺がおごってやる。そんな、私だけなんてみんなに悪いです。あのな、ここであいつらのことまで気にしなくてもいいだろう。でも、じゃあ、あの時は俺もお前の世話になったからな。お礼くらいさせてくれ。それならいいか？そういうことなら、お付き合いします。このアイス、すっごく美味しいです。そうなのか？俺は普通って感じだが。チョコもとっても濃厚で、でも舌触りは滑らかで、これ以上のアイスはなかなかないですよ。上杉さんは本当味音痴ですよね。まあ、お前がうまいってんならそれで十分だ。はい、食べちゃうのがもったいないくらい美味しいです。いや、そこはちゃんと食べてくれ。割といい値段なんだぞ。あの、上杉さん、おごってもらっておいてこういうのはなんですが、お財布は大丈夫なんですか？ああ、臨時収入があったからな。臨時収入？ほら、島に閉じ込められてた間もちゃんとお前たちに勉強を教えてただろ。こっちに戻ってきた時に一花がそれを親父さんに報告してくれたんだよ。その分だ。ああ、なるほど。それでやっと納得がいきました。何が？普段通りの生活を心がけるべきだ。普段通りに勉強することに意味がある。何よりも継続しないと学力が下がる。なんて言ってたのはこの臨時収入のためだったんですね。いや、違うぞ。あの時は本当にそう思ってたんだからな。そんなに慌てなくても大丈夫ですよ。ちゃんと分かってますから。ったく。それよりこっちに戻ってからもしっかりと勉強してるんだろう。もちろんですよ。頭がリセットされたら困っちゃいますからね。ちゃんとみんなで勉強会してます。姉妹で勉強会か。偉いじゃないか。最初の頃からは考えられない進歩だ。最初の頃は散々でしたもんね。そういえば、お前だけは最初から勉強会に参加してくれたよな。私は最初から上杉さんの味方ですよ。あ、そう、それだよ。結局聞きそびれたままだったが、なんでお前は俺の味方をしてくれたんだ？なんでって、そんなの決まってるじゃないですか。ああ、言っておくが、あの時みたいな嘘は通じないからな。あの時？ミクがコロッケを作りまくって俺が倒れた時だ。ああ。ん？四つ葉？嘘じゃなかったのに。ちょっと待て。あの時の四つ葉は俺が好きだからと。しっしっし、引っかかりましたね。なっ、お前またかよ。ふふん、上杉さんを二度も騙せるなんて私もかなりできる子ですね。何ができる子だよ、お前ってやつ。まったく。どうですか、どうですか、私の演技にドキドキしちゃいました？してねえし。くそ、一瞬信じちまったじゃねえか。でもまさかだよな。五等分の花嫁、夏の思い出も五等分。上杉さん、よし、では
元よりもっと綺麗に整理整頓しちゃいましょう。はーい。そう言われてもですね。それじゃあ風太郎くんたちが行きたい方にしよっか。二人は今回のゲストなんだし。うん、私もそれに賛成。うん、いいよ。ライハちゃんに行きたいと言われてしまっては反対などできません。ほら、四つ葉も早く準備しなさい。あ、うん。今日は一日思い出作りの応援をするからね。みんな張り切っていこう。おお、まるで西部劇のガンマンのように水鉄砲をくるくると落としましたね。なんと気づきませんでした。おー、上杉さん、実は私もペコペコです。私のお腹が鳴っても笑っちゃダメですよ。だって上杉さんは男の人ですからね。女の子を恥ずかしがらせるなんて男らしくないです。だからそういうことに気がついてもスルンするのが男のマナーってものですよ。島に行く前に親父の言ってたバイトってのがまさか写真のモデルだったとはな。しかも結婚式場用の PR 写真か。明らかに俺向きじゃないと思うんだが。だが美味しいバイトなことは確かだ。ちょっとポーズをとって写真を撮られるだけであの金額なら受けない理由などない。待ち合わせ場所は確かここだよな。神父役のモデルとここで合流しろって話だが、うん、誰もいないか。気合い入れて早く来すぎだな。時間まで団子の暗記でもしてるか。上杉さん、こんにちは。あれ、四つ葉、なんだ、久しぶりだな。はい、お久しぶりです。上杉さん、団子帳なんて持って何してるんですか。ちょっと待ち合わせだ。相手が来るまで勉強しておこうかと思ってな。こんな時まで勉強なんて上杉さんらしいですね。でものんびりしてると遅刻しちゃいますよ。さあさあ早く行きましょう。行くって今日お前と出かける約束なんてしてたか。いえ、してません。だよな。ああ、すまん、バイトの人と待ち合わせしてるんだ。今度はまた別の日に。そう、ここで待ち合わせです。で、ん？今から写真撮影のバイトですよね。モデルが行かなくっちゃ始まりませんよ。待て待て、なんで四つ葉がそれを知ってるんだ。それはもちろん、何を隠そう、神父役はこの私だからです。はあ？どういう経緯でそうなったんだよ。先日ライハちゃんからお父さんが困ってると聞いて何かお手伝いしようと思ったら、
ぜひにと頼まれちゃいまして。あの親父仕事が雑すぎんだろ。あれれ、頭を抱えてどうしたんですか？頭痛ですか？そんなんじゃねえよ。なんつうか、こういう写真で知ってるやつが相手ってのはどうなんだ？私は大丈夫ですよ。モデルの大役しっかりとやり遂げてみせます。やる気満々だな。ほら、ここまで来たら上杉さんも覚悟を決めてください。わかってる、お前に言われるまでもない。受けちまった以上やるに決まってるだろ。上杉さん、お待たせしました。まあ、四つ葉も着替え終わって。モデルだって分かっててもウェディングドレスを着るとやっぱりちょっと緊張しちゃいますね。四つ葉だよな。どこか変なとこありませんかね？背中とか自分ではよく見えませんし。あ、別に変なところはないと思うぞ。どうですか、似合ってますか？孫にも衣装ってやつだな。孫？私、上杉さんの孫じゃないですよ。その、なんだ、つまりだな。あー、上杉さん照れてますね。照れてねえよ。隠さなくてもいいんですよ。上杉さんがそういう反応するときは照れてるって知ってますから。ほらほら、もっとよく見てくださいよ。お前はそんなに喜んでていいのか？結婚前にウェディングドレスを着ると婚期が遅れるって話もあるんだぞ。ガーン！そんなこと言うなんて、上杉さんの鬼、悪魔、勉強負け！お、四つ葉ちゃん、ドレス似合ってるじゃねえか。こりゃモデルを頼んで正解だったな。あ、上杉さんのお父さん、聞いてください。上杉さんたらひどいんですよ。結婚前にウェディングドレスを着ちゃうと結婚できなくなるとか言うんです。そこまで言ってないだろ。おお、そんなジンクスもあったっけな。じゃあそん時は風太郎に責任取らせるか。ちょ、親父、何勝手なこと言ってんだよ。上杉さんと私は結婚、もしそんなことになったら、ライハちゃんは晴れて私の妹ってことになるじゃないですか。どうします、上杉さん、しちゃいますか結婚？四つ葉も親父のザレ言をマジに受け取んな。やっぱりダメでしたか。可愛い娘が増えるなら俺は大歓迎だけどな。さて、悪いがもうちょい待っててくれ。こっちの準備ができたら呼ぶからよ。じゃ、後でな。親父め、撮影前からこの調子じゃ先が思いやられる。いや、すみません、ちょっと調子に乗っちゃいました。いや、俺も変なこと言っちまって悪かったな。普段のお前とイメージが違いすぎてちょっとびっくりしてな。え、そんなに違いました？ああ、正直驚いた。それは仕方がないかもしれませんね。だってウェディングドレスは女の子を可愛くする魔法の服なんですから。魔法？そんなものあるわけないですか。でも上杉さんだって使ってるじゃないですか。は？俺が？上杉さんのタキシード姿、とっても素敵です。私もドキドキしてるんですよ。引っかかりましたね。あ、お前まさか。嘘ですよーだ。あー、また騙された。しかも同じ手に。上杉さんって実は素直な人ですよね。でも似合ってるのは本当ですから安心してください。へいへい、ありがとな。まったく、次は騙されないからな。覚えておけよ。はい、しっかりと覚えておきますね。
五等分の花嫁。